やれ飲めそれ飲め、白昼堂々と飲めるなど、ひな祭り万歳じゃわい。あ、こら、何をする少年、それはわらわの。だってわらは大人じゃもん、構わんじゃろ。ち、つまらん、見た目で判断しようってこと。よいわ、ガキどもに混じって甘酒を煽ればいいんじゃろ。アイラいい子でしょね、お兄ちゃん。この芸風久しぶりすぎるわ。さて、せっかくの桃の節句じゃが、わらわのお楽しみを邪魔した少年にはどう責任取ってもらおうかな。お兄ちゃん、アイラね、とっても喉が渇いてるの。つまりアイラの言いたいことわかるよね。はあ、話しかけるな、余韻を楽しんでおるのじゃ。意外と平気そうではないか。前はこんくらい血を吸われたら青白い顔しとったもんじゃがの。成長したのか。うんうん、わらわ嬉しいぞ、たくましくなって。よし、今日は子供の成長をお祝いする日じゃ。特別にわらわがロマンチックスポットに連れてってやろうぞ。女の子のお祝いとかそういう細かいことは気にすんな。わらわにとってはみんな可愛いガキンチョじゃからな。おお、生えとる生えとる。これな、笹の葉じゃ。大きいのをプチッと拝借して、ほれもう一枚。少年もやってみ。まず端っこを裂いて、そうそう、笹舟じゃ。知らんじゃろ。これが意外と早くての。昔はこれを川に流して遊んだんじゃよ。そんでこれをどうするかっちゅうと、別の笹でちょいちょいっと、じゃーん、即席流し雛。どうじゃ、それっぽいじゃろ。これを流して厄払いするんじゃ。昔の風習じゃな。見とらんで、お主もお代理様作れ。ちゃんと気持ちを込めて。うん、地味か。確かに花はないかもしれん。今はいろんなお人形さんがあるが、たまにはこういうのもいいじゃろ。うん、できたか。そしたら船に乗せて流すぞ。願い事を、やっぱ健康でいられますように。いつも健康じゃし、別にいいや。お主が元気で長生きしますように。いい男はすぐ死んじゃうからな。願掛けしちゃる。少年、これに魔力移せるかの。強化の練習じゃと思って試しにやってみ。いや、強化しとけば海まで行けるんじゃないかと思うてな。願いを込めたもんがすぐ沈んだら縁起悪いじゃろうが。ほれ、やってみ。わらわだって祈ることもあるぞ。叶うと信じれば叶うんじゃ。今のはちょっと可愛かろ。伊達に300年も乙女やっとらんわい。